上合唱部でした。次は演劇部による一人芝居幻想物語。脚本主演古川渚。準備まで少し時間をいただきます。いよいよこの時が来たね。大丈夫、絶対成功します。練習通りやればきっとうまくいくの。あんまり緊張しないで楽しくやりましょう。ぷいぷい。お待たせしました。演劇部幻想物語です。なぎさ、行くぞ。私、知りたいです。知って謝りたいです。任しておいてください。なぎさちゃん、いいものを借りてやったぞ。ほら。変ね。おお、おかえり。俺たちの愛の結晶よ。どうしちゃったんだろう。緊張してる？どうした？しっかりしろ。なぎさちゃん、様子が変なの。上がってしまったんでしょうか。岡崎、どうする？一旦幕下ろす。大丈夫だ。あいつなら絶対に。俺はこれからも一生舞台に立ち続ける。必ずプロの役者になることを。この場を演劇最高。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 始まったのか。まさかマジ泣き。ダメだ、幕を下ろそう。トモヤ。夢を叶えろ、ナギサ。何？おっさん、ナギサ。バカかおめえは。子供の夢は親の夢なんだよ。お前が叶えればいいんだ。俺たちはお前が夢を叶えるのを夢見てんだよ。俺たちは夢を諦めたんじゃねえ。自分たちの夢をお前の夢にしたんだ。親ってのはそういうもんなんだよ。家族ってのはそういうもんなんだよ。だからあの日からずっとパン焼きながらずっと俺たちはそれを待ち焦がれて生きてきたんだよ。ここでおめえがくじけたら俺たちは落ち込むぞ。てめえ責任重大だぞ。てめえ。サレいるんだろ。お前も言ってやれ。なぎさ頑張れ。何、どうなってるの？トモヤ。俺たちもだぞ。なぎさ、俺や園原ができなかったことを今お前が叶えようとしてくれてるんだ。俺たちの挫折した思いもお前が今背負ってるんだよ。あなたをお連れしましょうか。この町の願いが叶う場所に連れて行ってくれ、渚。